ハーランドウルフ。ハーランドウルフである。現在は船の設計、修理、改装と橋の建設も手掛けており、ベルファストに世界最大のドックを保有している。ハーランドウルフは、エドワード・ジェームズ・ハーランドと、ドイツ出身のグスタフ・ビルヘルム・ウルフによって1861年に設立された。ハーランドは1858年に、ロバート・ヒクソンによって、 クイーンズアイランド区に作られた小規模な造船所を買収し、ヒクソンをジェネラルマネージャーとして雇用した。買収後にハーランドは出資者であるがスタッフ、シュワーブのおいにあたるウルフを共同経営者に迎え、ハーランドウルフが生まれた。シュワーブはビビーライン社に投資し、新しく編入した造船所で最初に建造された三隻はビビーライン社のために建造された。また、 ハーランドはいくつかの革新的な技術を開拓し、成功を収めた。ハーランドが1894年に死去し、ハーランドに代わって、ウィリアム・ジェームズ・ピリーが1924年まで会長を務めた。その後、ハーランド・アンド・ウルフは1909年から1914年にかけてホワイトスターライン社向けにタイタニック、ブリタニック、オリンピックを建造した。 1912年には、スコットランドのグラスゴー、5番にある造船所を獲得した。第1次世界大戦中、ハーランド・ウルフは15インチ砲を搭載した、大型軽巡洋艦、グローリアスをはじめとするモニター艦や巡洋艦を建造した。1918年には、マスグレーブ海峡の東側にある、イーストヤードと名付けられる造船所を開設した。 第一次大戦終結後の1936年に、子会社のショートハーランド社を立ち上げ、航空機の製造を始めた。最初の注文は、イギリス空軍向けに、ハンドレページ社のライセンスの下で、爆撃機ヘレフォードを生産することであった。第二次世界大戦でハーランドウルフは、航空母艦6隻、巡洋艦2隻など131隻の、 イギリス海軍の艦艇を建造し、2万2千隻以上の修理を請け負い、戦車や大砲の部品も製造した。ハーランドウルフの全従業員は3万5千人に達したが、開戦から最初の3年間は艦艇の修理に徹していたため、第二次大戦中に建造された艦艇が就任したのは戦後になってからであった。1 9 4一年の四月と五月に、 ルフトバッフェ、ドイツ空軍による爆撃で、クイーンズアイランドの造船所はひどく、損害を受け、航空機工場も破壊された。1950年代後半にジェットエンジンを動力にする大型な旅客機の出現で、客船の需要は落ち込み始めた。また、日本の造船がリードしたことで、イギリスの造船業は困難に直面した。1960年に、 キャンベラを建造したもののハーランドウルフの建造業は空祖な状態に陥っていた。そのため、1960年代中頃からイギリス政府は同国の造船所に対して対応助成を始めた。資金援助を受けた造船所は施設の近代化と大型な客船の建造を可能にし、ハーランドウルフは33万3000トンの客船を建造した。 しかし、簡単なく続く問題から1977年に、イギリス政府が、ブリティッシュシップビルダーズ社を設立し、ハーランド・ンド・ウルフは、同社の一部として国有化された。1983年に民営化された、ブリティッシュシップビルダーズは、イギリス政府から、ノルウェーの海運会社であるフレッド・オルセンと提携して、管理と従業員を買い取り、1989年に、 新しくハーランドウルフホールディング社を設立した。同社の設立まで雇用していた、従業員は3000名まで減っていた。数年の間、ハーランドウルフは、石油とガス産業向けに、標準的なスエズマックスタンカーの建造に集中した。これは、市場外への進出にもつながり、ロールオンロールをフ貨物船2隻を完成させたものの、 アトランティーク造船に対抗して入札したキュナードライン社のクイーンメリーにを受注することには失敗した。造船所は東部ベルファストのプロテスタントを信仰する者が多い地域にあり、ハーランドウルフの従業員もほとんどがプロテスタントであった。一定の時間帯に働いているカトリックの従業員は差別や暴力など脅迫的な行為を報告した。 北アイルランド問題。アルスター義勇兵から撃たれたモーリス・オカーンを除けば、具体的な証拠がない中で一部のカトリックは、正確さを主張した。両者から分裂した何人かの従業員は、同じ造船所で働く労働者という立場と協調し、政治や宗教的な信仰とは関係なく協力した。1990年代後半、ハーランド・アンド・ウルフは BA、e、BAE、 ブリティッシュエアロスペース社のチームに加わり、イギリス海軍の次世代空母開発に携わった。空母はベルファストでの建造を想定されていたが、1999年に b a e 社がマルコーニエレクトロニックシステムズ社と合併し、新しく設立されたバイシステムズ、マーリン社はマルコーニが保有ていた造船所で寄港される見込みが強い。 最近では再び造船に関する競争の圧迫に直面した。ハーランド・アンド・ウルフはイギリスとアイルランドで一連の橋梁を建設するに至り、同社の一部のものは歴史的転換点であると解釈した。現在、ハーランド・アンド・ウルフが建造した最後の船はロール・オン・ロール・オフ・貨物船のアンビルポイントである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。